もさ、うん、FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオの時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏美の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んではいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識と夏美のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏美さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では本日も始まりましたメンヘラジオ、はい、今回が第11回の放送となっております。11、はい、収録日は11月の29日となっておりまして、はい、いい肉の日もうね、12月に差し掛かろうというところなんですけれども、はい、はい、先日僕らね、大阪の方に行ってきまして、はい、大阪涼しかったけど、沖縄暑いね帰ってきて沖縄超暑いの超暑いね。で、またね、FM ギノワンに向かう道すがらね、うん、ちゃん歩いててさ、うん、木陰になるというか、うん、街路樹っていうの、そうそう、街路樹が立ってて、木陰をさ、歩いて向かってきてたわけだけど、ね、今日ね、道路側の街路樹の枝というか枝という枝が全部もう全部切り落とされてて切り落とされてて、大阪に行ってる間に何があったんやってぐらいなんか風貌が変わっててだからよ、太陽がね、もう直当たり直夏美の体力を奪う大変だよ、どうせ途中で 2,3 回ちょっと引き返そうかなって、泣きそうになった泣きそう、引き返そうかなって思わんかった、うん、もう生き生きゴーゴーだけど、帰りは車で帰りたいなとか思ってた、うん、車で帰ったらものの 3,4 分で着くけどねその距離ぐらい歩けよって、リスナーさんがおっしゃってますか。あ、本当ですか、はい、一緒に歩いてくれますか途中途中休みながらね、うん、大阪でもそうでしたね。いや、見て、だって前髪、YouTube 見てる人分かると思うけど、前髪が割れるほど汗かいてんだからべっしょりだもんね、うん、うん、そんな夏美さん、なんで今日は長袖を。いや、なんか、いや、朝は普通に涼しかったんだよ朝のままいたら沖縄マジックでしょ、これ朝涼しい時もあるけどみたいな、はい、まあでは、本日も短い時間ですが、はい、どうぞ最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします、はい。メンヘラトーク、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、では早速本日のテーマはテレビ。テレビ、はい、テレビということで、なんていうのかな、夏美さんは基本的にテレビつけないじゃん。あ、見ないです。見ないよね、ほぼ。理由としてはやっぱりなんか夏美さんがね、感覚過敏なところあって、人のね声とかがすると落ち着かないというか、その部屋に人が何人もいるように感じちゃう、うんうんうん、でテレビもねつけてたら、まあテレビの明かりで明るくなるし部屋も、うん、比較的、暗いところが落ち着く夏美さんはテレビをつけない傾向にあるんですけれども、はい、まあ、そんな中でもね、たまにね朝起きた時とかニュース見ながら、お化粧したりしてるんですけれども、うん、精神的な、疾患を抱えている人を
は夏美さんみたいにねちょっとあまりテレビは見ないよっていうなんか同じような理由があってね、うん、あの人のなんていうのかな喋り声が苦手だったりとかさ、うんうん、体調悪い時にはさ、うん、なんか自分のこと言われてるような気がするこのニュースとかさ、はいはいはい、そういうのもあったよ、ね、なんていうのかなあんまりいいニュースばかりでもないじゃん。そうそうそう、朝から落ち込んでる時も多いし ね、 ね、それでちょっと精神的なダメージを受けてニュースを見たがために、うんうん、っていうところもあってテレビをつけないっていう人もいるかもしれないんですけど、うん、そんな中で、これだけは見ているよっていうテレビ番組があったり、うんうん、最近テレビ買い替えたよでもいいし、うん、なんかテレビ、をキーワードに何かメッセージをいただけたらなっていうところで、募集したんですけれども、はい、届いたメッセージの方を夏美さんに読んでもらおうかな。はい、いいですよ、読みますよ。お願いいたします。はい、ラジオネーム佐藤さん。はい、佐藤さん、ありがとうございます。3兄弟が通う保育園に夕方のローカルニュース番組がロケに来ました。お、長男が在籍する年長クラスに突撃し、なんと息子がインタビューを受けることに。へ、母はドキドキしながら見ていました、うん、でアナウンサーさんが大きくなったら何になりたいんですか、うん、息子がママのお手伝いをしたいです。はい、ママ号泣とのことちなみに次男の夢は大きくなったらうどんになりたいそうです。次男の教室に張り出されていました。かっこ笑い。うどんになりたいんだ。うどん好きなんだね。うどんが好きなんだね。無類の麺好きって書いてあるよ。そっかそっか。あ、子供の可愛いね、ママのお手伝いをしたいですだって、うん、あのお子さんがねテレビに出てるのってやっぱどういう心境なのかな、ドキドキするのかな。ねえねえ、何言うかな何言うかなってね。まあでも楽しみであるだろうから録画撮ったりとかしたのかな。そうかもね、うん、うちのね甥っ子めいっ子とかもね沖縄だとね、うん、写真スタジオはどこか忘れたんだけど、うん、あの店この店っていうさ、うんうんうん、あのお昼る2時とかぐらいにやってたかな、1時過ぎ、うん、聞いたことあるね、2時ぐらいにやってる沖縄のね、ローカル CM って言っていいのかな、うん、があるんだけど、その中でねなんか、七五三だったり、うん、あの百日記念の写真が、うん、映るわけあるんだけど、うん、うちの1個目1個はみんなその写真館で撮ったために、うん、映像としてテレビで流れて。そうなの、うん、実家のね、ハードディスクというかテレビのね、うん、録画してるものには残ってると思います、はい、うんうん、いい思い出じゃないね、うんうんうん、いいね。はい、では続きましてお願いいたします、はい、続きまして、はい、ラジオネーム、はい、マスクド竹野内さん。はい、マスクド竹野内さん、ありがとうございます、はい、ジョン・レノンの真似をして、うん、テレビを消音のままつけっぱなしにします。おう、ある日の深夜3時に首里城が燃えてる映像が流れてきて、はい、現場まで行こうと思ったけど人も多いだろうと思いやめたんです。次の日の朝見に行ったら、心なしか池にいるガチョウたちが不穏な空気で争ったりしていました、うん、その様子を写真に撮ったら、なんとシベリアンハスキーの霊が写っていたのです。シベリアンハスキーの霊、写真も送ります、ぜひ見てくださいとのことです。おで、私のところ写真来てるんですけど、はい、これはシベリアンハスキーですね。シベリアンハスキーだね。池があるんですね。池があって奥の方のちょっと森っぽいところにガチョウたちがいるんですけど、うん、その池のギリギリなんていう境目のところにシベリアンハスキーがいますね。まあこれおそらくその上にいるあのガチョウが、うん、陸にいるガチョウが水面に反射してるんだろうけど、それがちょっとあの水のね揺らぎで、うん、錯覚かな、錯覚で。だって首里城のあの周りの池のところでシベリアンハスキーに何があったんや。いや、分からないけど、でもさでもさ、人間だけじゃないよね、霊はやっぱり、うん、まあ、犬猫も死んで、ね、亡くなってるからね、うんうんうん、はい、はい、YouTube をご覧の方に見せないの。ああ、うん、ちょっとアップにしてみせようかな。見えるかな、見えるかな、うん、
あの気になる方は YouTube の方あ、すごいなんか反射してるご覧いただければ。シベリアンハスキーがいるかな、ここ、そう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 、この位置かな、そうそうそう、いやこれシベリアンハスキーだと思いますよ私猫にも見えるんだけどな俺凛々しい顔のシベリアンハスキーはい、はい、でもあのマスクド竹内さんはテレビは消音でつけてるんだ。うん、消音でつけてるらしいね。へえー、でジョン・レノンがそうだったの。そうなったらしいですよ。真似をしてって書いてあるから。ああ、そうなんだ。うん、もうなんで消音でつけてるんだろう。なんか映像が動いてる感じのは感じたいのかな、なんか雰囲気というか。そうかもね、うん、音はちょっと聞こえないように、あとは音はいらないみたいな、うん、なんか気になるのかな逆に音は、うん、テレビの耳が過敏の人もいるからね。そうね、うん、確かにそういうところがもしかしたらマスクド竹内さんはあるのかもしれない。そうね、うん、なるほど、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。あ、でもなっちゃんもね、たまに消音にしてる時とかない？え、夏結構消音にするよ。つけるなら消音にしてるよ。あの朝のテレビ番組、はい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 、それとあの左上の数字、なんていうの、時計、うんうんうん、しか見てないっていう感じで、あ、今日時計代わりに、それが必要だから、はい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 、つけてる。朝のね、ニュース番組の時とか、うん、お昼のワイドショーの時とか小さくしたり消音にしたりしてる。うん、時計が時間がね書いてあるからね、うん、あ、そういう人は結構多いかもしれないね。うん、うん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 、分かった。そうそうそう、はい、ではあのテレビっていうテレビっていうテーマだからさ、実はですね、はい、うちの夏美さん、はい、はい、先日の先週のね放送収録の時にもちょろっと大阪に行くよって話したと思うんですけれども、うん、理由はその時言わなくて、うん、はい、で大阪行ってきました。大阪に来た理由としては、夏美さん、はい、何があったんでしょうか。NHK のバリバラという番組に出させてもらいました。バリバラ。バリバラ。そうですね。バリアフリーバラエティ。バリアフリーバラエティ。略してバリバラ。はい。毎週ね、金曜日10時半からね、沖縄でも放送されてるかな。うん、毎週金曜日夜10時半ね。はい。あの精神障害だけじゃなく、身体に障害を持った、うん、ありとあらゆるね、ハンデを持った人たちを、なんていうのかな、取り扱うというか、テーマにして、うん、バラエティ番組を、なんかちょっと挑戦的なね、うん、番組を NHK さんやってるんですけれども、そこにね、夏美さんが今回、うん、第2回のね、ラジオの時に、このラジオ、の様子を撮影してくださった、うん、ディレクターのフリーのディレクターの原義和さん、原義和監督の、はい、お誘いを受けて、うんうん、招待というかね、うん、していただいて出演となったわけですけど、出てみないみたいな、はい、バリバラ収録いかがでしたか。あのねあのスタジオね、心地よかったよ、うん、あ、本当、なんかイメージでは暑くてで、スタジオって光がバーって当たるから、ね、照明バーって焚いてね、イメージね、うんうんうん、暑くって人も多くて、うん、なんかみんなからカメラから見られてて、はい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 、みたいなさ、はい、それでなんか赤いカメラに赤いライトがついたカメラを見て話さないといけないとかなんかさ、そういうのをさ想像してたんよ、うんうんうん、私も、うん、行ってみるとね、天井は高くて、うん、高い天井の上からライトはいっぱいぶら下がってるけど、そんなに眩しくなくて、うん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 、それに人数も多分少なくしてるのかな、わざと。あ、まああのコロナのこともあるんだろうね。あるだろうしね。人もそんなにいなくてね、うん、とても喋りやすかったんだけど、何喋ったか覚えていない、あまり。あ、そんなもんよね。やっぱり緊張してたのかな。緊張してないって自分では思ってたけど、緊張してたみたい。うんうん、僕はね、あの夏美さんの付き添いっていう形で、あの、うん、夏美さんがね、解離性障害という病気を持ってるんで、もしね、万が一向こうで別人格になったら、うん、フォローできる人が、いないということで、うん、僕は言ったら介添え人みたいな立場で行かせてもらったんですけれども、うん、収録の様子もね、スタジオの外というか、まあ、スタジオ内ではあるんだけど、ちょっと離れてカメラから映らない場所、うん、カメラの後ろの方で、うんうん、カメラの後ろの方から、観覧させてもらったんですけど、うん、多分ね、
障害がある人をさ、なんていうのかな、主に取り扱う番組だから、うん、スタジオにねゲストでいらっしゃるじゃん、そういう人たちが、夏美さんもそうだったけど、うん、だからライトのね照明とかもね、うん、比較的なんていうのかな、真っ白のなんか白の蛍光灯がバーみたいな蛍光色というか、うん、白い感じのね光がバーっていうよりは、うん、ちょっと暖色系のオレンジっぽい光でね、うん、ちょっと柔らかな感じで、うん、そういう配慮されてたのかもしれない、そうかもしれないなって俺は後ろから見てて思ってたんですけど、うん、うん、まあ出演したのは夏美さんでね、僕は出てこないで、こちらの放送がですね1月の6日、はい、年明け一発目のバリバラで、放送されるっていうことなので、うん、皆さんもね、まあ、また近くなったらちょっとご案内させていただければなと思うんですけれども、予定ではね年明け1月6日10時半から、金曜日でかな、多分、うん、金曜日夜10時半からです、うん、夏美さんが、念願って言っていいのかな、夢でも、うん、夢の一つでもあったテレビ出演、ちょろっとテレビに出るっていうのが夢だったけどね、そうそうそう、ちょこっと出てみたいっていう、まあ、そういうビデオは、ちょこっと 出てくるのかな、2時間半の収録だったんですけど、うん、番組自体は30分番組なんでね、うん、ギュッと原さんがディレクターなんで、原さんがどういった編集をしてくるのか分かんないんですけれども編集に追われてるだろうね今頃ね、夏美さんがどういった形で出演するのか、皆さんもよろしければぜひご覧になっていただきたいと思っております。お願いします、はい、1月6日のバリバラどうぞよろしくお願いいたします。はい、では、ここからは楽曲紹介の方をさせていただきたいと思います。はい、はい、本日紹介していただくのは夏美さん、はい、熊木杏里さんの私をたどる物語という曲です。はい、では、聞いていただきましょう。熊木杏里さんで私をたどる物語。はい、こちらからです。私をたどる物語が流れております。中で外れたどうしましょう中で外れたちょっと待ってイヤホンのこのなんていうのかな、マフラーというかイヤホンマフラーみたいなのが夏美さんの耳の中に収まったので出てきません出てこないもうしばらくその状態でいないといけないのでしょうか、うちの夢待って何やねん、アンディさん、おー焦った、怖えな、トラブル、はい、で、テレビのね放送というか収録してきたわけなんですけれども、うん、はい、うん、大阪の街いかがでしたか、夏美さん。大阪の街はね、うん、結構ね涼しかったんですよ。うん、涼しかったことは涼しかった、うん、寒いというよりはね、寒いというよりはまだ気温的にもまだ全然、うん、日中も18度ぐらいまで上がったのかな、うん、20度近くまで上がって、どちらかというと涼しいなっていう感じだった、ね、ちょっとね、何十分とか歩いたら暑くなっちゃうけど、ちょっと日陰お散歩ぐらいだったら全然涼しい感じで、うんうん、よくて、うん、あとは人も結構多かったし、うんうん、車の車線が5車線とかあるから、ああすごかったね、それはちょっとビビったね、うん、結構、これ俺ここで運転するの大変そうだなって思ったの、怖って、うんうんうん、運転する人よくできるなって思ったうんうんうん、うん、すごかったね。それと食ですよ、食、ああたこ焼きとお好み焼き、そうね、食べたね、食べてきました。うん、本場のたこ焼きはいかがでしたか。本場のたこ焼きは、うん、あ、2個食べたんですよ、2個、2店舗のね、2店舗のたこ焼き食べ比べして、うん、っていうかまあ食べて、どっちも美味しかったんです、うん、どっちも美味しかったんだけど、うん、裏路地にあるたこ焼き屋さん、こうやってんのかなぐらいのちょっとたこ焼き屋さんの方が、うんうん、私好みだった、ソースが甘くてさ、はいはいはい、私好みで、うん、結構良かった、あ美味しかったね、うん、確かにカリッとカリフワだったね、うん、うんうんうん、だとりあえず、はいはい、そんな感じでした楽しかったよ。
はい、お聞きいただいているのは、熊木あんりさんで私をたどる物語ですね。はい、こちらは2005年に発売された熊木あんりさん4枚目のシングルの曲となっております、うん、でこの楽曲は2004年約18年前ですね、はい、に放送されたテレビドラマ3年 B 組金八先生の劇中で流れる挿入歌として使用された楽曲で、こちらもともとは作詞もされた主演の武田鉄矢さんが歌う予定で、作曲だけ熊木さんに依頼してたそうなんですが、その仮歌、熊木あんりさんが歌う仮歌が収録されたデモテープを武田鉄矢さんと番組スタッフさんが聞いてね、それをすごく気に入って、もうこのままでいいじゃんって、それで熊木さんがそのまま担当することに、歌の方も、っていうエピソードがあるそうですよ、なるほど、はい、夏美さんはこの金八先生で聞いた感じ、あ、そうね、金八先生で聞いた感じ、それでいいなと思って、はいはいはい、はい、好きになったと、好きになったんです、はいはいはい、いい歌だね、なんか武田鉄矢節がある感じする、作詞あるよね、しようって言ってた、残ってるよね、うん、確かにそれある、俺はね、熊木あんりさんはテレビアニメシャーロットで知ったんですけどね、意外となんか歌ってるんだなっていうアニメ、はい、それで楽曲紹介でした、はい、楽曲紹介でした。はい、メンヘラジオエンディングです、エンディングです、はい、今日はトークテーマはテレビでしたね、として、お送りしたんですけれども、はい、まあね、まあお分かりかと思うんですけども、夏美さんがねテレビ番組に出られるっていうことで、まあ一応テレビをテーマとして、やっとなんかずっと結構ね前からこのバリバラの話はね出てたんだけどね、言えるタイミングがまだ全然なかったんで、今回のタイミング、収録後のタイミングにはなったんですけれども、はい、ツイッターの方ではね、夏美さんがメイク室でメイクしてる様子ですはい、そうやな、番組でねご一緒させてもらった、MC のレモンさん、玉木さん、あずみんさん、はい、で NPO 法人のポルケの代表の山田雄平さんですね、同じく夏美さんとゲストでという形で出られた方がいらっしゃるんです、はい、みんなに助けられてもらって収録は無事終了、ね、終了したんですけど、ね、終了しました。夏美さんはね一応ね台本っていうものは特にもう簡単なものがあるんで、あったりはしたんですけど、基本的には夏美さんは聞かれたことにね、自由に答えていいよっていうふうに言われてて、ただこれまでに原さんからね、取材を受けてて、ちょこちょこ身体拘束のこととか話してたんですけども、その時に言ったワードとか、これをちょっと言ってほしいなみたいなのとかがあったりして、ね、言いたいなとかさ、言いたい、夏美さんが言いたいなとか言ってほしいなっていうのがあって、で手に書いてたんだよね、手にカンペで書いてたわけ、ペンでね、ペンでカンペで、そう一生懸命書いてて、俺にも気づかれないうちに書いてそれでいざねスタジオ入りってなった時にね、当たり前、まあ、今のねご時世当たり前なんですけど、ね、スタジオのね入るところにねアルコール消毒のねポンプがあってね、それねみんなつけるわけです、消毒お願いしますってね、シュッシュッシュッって、いつもどうしない、ふき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 ってやってたらね消えるっていうってなった、左手のペンの跡、ペンのねせっかく書いたやつがアルコールで全部消えてしまうっていう、うっすら残ってるのを頼りにこうやってそうそう番組収録中だぞって思いながら、俺はハラハラしながらさずっと左手見てるんだもんこの子本番中ですよ、本番中ですね、ずっと、周りの人たちがねなんか話してるのをいいことにね下見て左手を見て人の話を聞けっていうそうそうそう、番組の流れを見て、お前がカメラで抜かれてるかもしれないんだからなっていうそういう感じでやってますけど、でもねほぼほぼなっちゃんはね緊張してなかったね、緊張してなかったよねやっぱね、あんまりね、ただね疲れが溜まってたのか
やっぱり収録終わった後はねヘトヘトにはなってはいたけど、うんうん、少なくともね収録中は結構堂々と、皆さんとね、うん、お話もされてて、まあ、うん、でもこれ見ものですよ。どれぐらいどんなカットのされ方をされてるかっていうのが、ね、そう裏話、そうそう実際に放送されてねあそこが映ってなかったとかさ、さこの場ラジオでね喋、うん、っていきたいと思います、ね。ほんでね原さんもいずれはゲストにお呼びして、うん、なんであそこカットしたんですかとかさ、ハラペーニョ何やってんだよ。いろいろねNHK バリバラの裏話とかも聞ければと思っております。はい、はい、では本日のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、では、はい、第11回お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来週。また来週。はい。